久保さん、ちょっと、一杯い,っ,ぱい言ってます。まあ、あの、えー、ビールを飲んで稼ぐにしましょうか。金麦を飲んで稼ぐにしましょうか。まあ、あの、ま、カイジね、カイジ、あの、地下帝国でね、クーみたいなね。<laughs> で、班長とかにね、あの、欲はもう出した方がいいよ、つってね、カキピーじゃなくて、焼き鳥いっちゃえみたいなね。 ありましたけど。あす。久保さん、疲れた今日。<laughs> 今日いろいろ回ってきまして。まあちょっとあやさんと、あのー、来てるんですよ。で結構いろいろ回ってきて、まあちょっと疲れましたね。で、まああのー、なんだろうな。まあ僕は金麦研究所っていうメンバーシップをやってるんですよ。まあそこは何かっていうと、まあこのお酒を飲みながら、 あの雑談をするというメンバーシップなんですけどあのメンバーさん濃いメンバーさんいまして <laughs> まあ結論お酒を飲みながらでもお金を稼いでるという,うねあのよくわからない現象ですだからまあ久保さんが言った通り節約したんだったらそれを発信するまあお酒を飲んで塗るんだったらお酒を飲みながら何かやるとかねうんまあ今はまあね人とあんまり会えないわけですから まあ僕は有料であのやってますけども、まず無料でやってみて、で、で、今度有料に切り替えますでもいいですし、まあすでに濃いファンがいるんだったら有料でこういうのやお酒飲みながらちょっと、なんだ、スナックやりますとかね。スナック西野じゃないですけど、スナック久保みたいなね、やりますみたいなやつでもいいと思いますし。うん。でもほとんどの人は低所得者。ちょっと言葉はね、ちょっと申し訳ないですけど、低所得者の人は、 安いビールを飲んでねもう終了みたいなね <laughs> まあ僕もこれねまああの金麦好きなんでこれ第3のビールでまああの朝日とかねなんだプレミアモルツとか飲まないんですけどもうこれで僕十分なんですよそう安いビール一まあ第3のビールって一番安いビールだと思うんですけど安いビールを飲んで稼ぐっていうね <laughs> そう なお、ま、これが今できるんですよ。まあ、ほとんどの人がちょっとイメージできないだろうし、まあ、ちょっと雲の上の話かもしれないですけど、まあ、こういう世の中になりました。あとはやるかやらないかなっていうことですね。まあ、発信するか発信しないかと。まあ、節約術を発信するか発信しないのか。まあ、お酒を飲みながら、一人で、ちまちま飲んで、全く収入増えないっていうことをするのか。それとも、 お酒を飲みながらでも動画を撮って、ライブをして、えー、まあ、次に、レバレッジをかけて次につなげていくのか。それはあなた次第ですね。でも今、やれば、できますから、誰でも。うん。だって僕、有名人じゃないですよ。はっきり言って。吉谷さんだからって、え、吉谷って誰っていう話じゃないですか。まあ、100歩譲ってね、僕のチャンネルが、100万人とかいたらね、 まあ、まあ、100万人いなくても10万人とかいたらね、まあ、それはなんかね、すごい、それはまあ、お酒飲みながらでもなんかメンバーシップできるでしょうなんかあるかもしれないですけど、僕の動画、1本あたり再生数100ぐらいですよ。チャンネル登録も4000人ぐらいで1万人もいってないんですよ。他の YouTuber から比べると、もうみじん子みたいなもんですよ。もうみじん子にもいってないかもしれないですけどね。うん。まあ、ヒカキンさんとかもうちょっと1000万人いきますからね。 そん,なそんな僕のでもやってるわけですようん。だからまあ、ね、久保さんだからできる、吉谷さんだからできる、ではなく、あなたは何やってるんですかっていう、それが全てですね。なあなたは何の発信してるんですかと。いってらっしゃい。